タイムズの時間です。どうも、こんにちは。ユニタイムズの時間です。はい。おちゃん、いきなりなんですけど。はい。僕、聞きましたよ。締め切り日が決まったということで。あ、そうですね。はい、まだこの手続きには余裕があるんじゃないかということで。はい。ですね。8月の20日、はい、火曜日。はい。20日、とかね、20日ですね。そうですね。それまでに、メールで一旦申し込みをいただいたら、はい。手続きに関するこちらからの内容、返信をね、送りますので、ということで。わかりました。じゃあ、8月の20日、20日の火曜日まで、締め切りが延長したということで、皆さん、ゆっくりとは言わないですけど、ちょっと、そうですね。ね、安心してください。はい。まあ、あまりゆっくりされるとね、手続きがバタバタになってくるので。はい。できれば早めになんですけどね。まあ、どうしても、ダメな人のために、まあ、20日まで延長しましたので、ぜひぜひ。はい。はい。でですね、20日まで延長した、今回の、講演会、参照仕立てのね、8月、9月、10月と5時間スペシャルで参照仕立てになってるんですけど、はい、その講演会なんですけど、チラッと、チラ見っていうのは、ちょっと、おちゃん、こうユニタイムズ、もうほとんどユニタイムズ聞いてくれてる人がもちろんいらっしゃるんですけど、もしかしたら誰かにこうね、連れられて、ちょっと面白い、なんか変な人が、話すから行ってみんひんっていう人も中にはいると思うんでね。うん、はい、はい。はい。こうユニタイムズでちょっとチラッと、こう、チラ見を聞かせてもらえないですかね。そうですね。まあ、あまりね、本当はおっちゃん的にはね、はい、こうそんなにもう触れなくてもいいだろうっていうような内容が結構多くなるんですけどもね。はい。何かって言ったら、いわゆるその物質世界の話。ああ。はい。イルミナティのこととかね。はい。ああ。フリーメイソン。はい。それから三極委員会。うんうん、うん。それから、そういったもろもろのね、よく言われてますよね。ありますね。はい。だけど耳にして聞いたことはあるけれどもね、うんうんうん、実際どのような経緯で、成り立っていったのか、成立していったのかっていうかね、うん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 、でそれはアメリカなのか、うん、どこなのか、イギリスなのかとかね、うんうんうん、で単なる国ではなくてっていうか、まあ実際には国ではないんですけれどもね、国ではないそういったやっぱり組織っていうものが実際あるわけですよ。うん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 、で、まあそういったことをですね、多少というか結構入るかもわかりませんけど、スピリチュアル的な部分も、うんうんうん、踏まえてね、うんうんうん。で、こういうふうになってるから、そして今現在っていうのは、こういうふうに見ていかないといけないんだ。うんうんうん、そして、実際今、2013年、もう、8月も終わりそうになってきましたけどね。うん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 、でそういう中で実際今どうなっているんだ、っていうようなところですね。うんうんうん、まあそういったことをね、今回8月の講演会の中では触れていきたいなというふうに思っているところですね。現実世界と霊界っていうのは常にね、こうつながって影響し合って存在してるんで、もちろん霊界のことも関わってくるとは思うんですけども、そうですね。目に見えてる世界、今までね、こう、陰謀論とかっていうので調べたらいっぱい出てくるような言葉がね、ちょっと、今回は、まず、あると思うんですけど。はい、はい。やっぱりでもね、その、霊界っていうところまで、行くまでにね、僕、一般人代表だから、そういう陰謀論とか昔から大好きだったんですけど、なんかそういうところに行くまでに、やっぱある程度、その今のその目に見えるその物質世界ですかね。うんうん、物質世界のことを、理解というかなんか知っていれば、もうそこはそんなに気にしなくてもいいんだっていうところまでいけると思うんですよね。それはありますよね。だからその陰謀論どうのこうのって言われてて、ああいうことを言ってる人たちっていうのはほぼビジネスですから、つなげていくじゃないですか。どん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 繋げようとする。だから物質世界に留まらせようとするんですよね。ああいう人たちの論理っていうのはね。そうですね。実際にそこまでしか見えてないのかもわからないですけどね。そうかもわからないですね。うん、だからその、いつか霊界、いつかっていうかね、その常に霊界が関わってるんだっていうところには、決してあの人たちの、話を聞いてても、ブログを読んでてもいかないんですよね。いつまでだっても現実世界にずっと留められてるというか。
そうですね。だから、でやっぱり、はい、あの、そういう捉え方の、やっぱ大きな問題っていうのはね、うんうんうん、やはりあの、100% ではないのでね、物質世界っていうのはね。うん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 、だから、どっかにこの矛盾を生じてしまうし、うんうん、それから聞かれる方たちが間違った解釈をしてしまう場合も、やっぱ多いわけですよ。ああ。それが一番困った問題ですね。そうですね。うん。確かにその間違った解釈っていうのは、うん、すごくあると思いますね。やっぱそういうのも、なんかその、元を正せばどういうことなんだっていうのを、やっぱり知らないからだと思うんですよ。うん、まあそういうことですけどね。だからね、今回はそういうその、一体みんな陰謀論とか、こう闇の勢力とか、なんかね、こう、それこそ国同士のものだったりとかって、なんかそういうことを言ってるんだけども、その力関係の流れだったりとか、一体なぜこういうことが、あの、起こったのか、なぜこういう仕組みになってるのかっていうところを、今回はおっちゃんが話してくれるっていう感じなんですかね。そうですね、うん。それから、まあ多分今回初めてこの内容を聞く方もね、多くおられると思うので、うんうんうん、まあそういう中でこの質疑応答を初めから加えていけばね、うんうんうん、まあかなりの形で理解しやすくなるんじゃないかなとは思いますね。そうですね。やっぱその、最初、うん、ほんまに、そうだと思います。僕もおちゃんと話し始めた時っていうのは、やっぱりその陰謀論っていうのをすごい知りたいっていうのが強くあったので、うん、やっぱだからそこをやっぱある程度知った方がみんな次の霊界っていう世界に行きやすいんじゃないかなとは思うんですよ。そうですね。それありますね。うん、だから結局最近俗に言われてるその宇宙人とかね、はい、あのアンドロメダ星人であるとかね、ああ言われてますね。レプもうね、あの、本当にカタカナ覚えの、レプテリアン、レプテリアンなんとかって言われるね。はい。ああいうこととかっていうのもね。あの、決してあれはその嘘じゃないんだっていうかね。うん、うん、うん。まあそういったこととも最終的には繋がってくるので、まあ今回第3部に分けて、あの、語っていく中で、まあそういったそのね、カタカナで出てくる、あの、いわゆる ET、異星人っていうか、うんうんうん、それとその人間の中にどうやって入ってきたのかとかね、うんうんうん、それからフレデリック、コリアっていう人が、うん、結構そのことについて語ってるんですけれどもね、あんまり聞かないですかね。その辺に関心ある人はね、はい、結構有名な方ですけどね。あ、そうなんですね。うん、ところが彼もね、はい、あの、宇宙の原理が分かってないのでね、はい、霊界の様相っていうのも分かってない、原理が分かってないからね、捉え方の間違いをしているところが多々あるんですね。はいはいはい。うん、そういったこともね、あの、触れていきたいなというふうに、考えているわけですね。あれですね。ってことは、まあ、今回はとりあえず、まあ、その、物質世界な話。で、まあ、その物質世界のことを、まあ、ほぼメインな感じで言って、もちろん霊界を絡めてね。そうですね。で、その次回というか、まあ、その9月ですね。9月は、こう、徐々にその、まあ、霊界の方に、まあ、霊界の方に持っていくんですか？いや、ちょっと、わかんないですけど。霊界というよりもですね、はい、あの、霊界の話も絡めながらって考えた方がいいかもわかんないですね。ああ、そうか。物質だけじゃなくて、うん、霊界だけではなくて、こう、徐々に絡めながら、うん、そうですね。バランスよくとか感じですね。両方とも、あの、関わり合いがあるのでね。うん、うん、うん、うん。はい。ああ、それはね、すごく、本当楽しみですね。なんか、そうなんですよ。その関わりが、ある、常にあり続けると思うんですね。霊界と物質世界っていうのはね。はい、はい。でも、おおよその情報とかっていうのは、霊界か物質かじゃないですか。だから、まあそうですね、こう、まあ中でもちろん調べたらバランスよく言ってる人もいますけど、やっぱすごい少ないと思うんですよ。うん。うん。だから常にこういう物質、目に見えることはこういうことだけど、実はこういうふうなことが影響して、こういうふうになってるんだよっていうおっちゃんのその語り方っていうか、その進め方っていうのは、僕は、今においてはすごく分かりやすいなっていうか、なんか常にその霊界っていうものを意識できるというかね。うんうん、うん、うん。だから、どちらもあることなんだと。う
だから、どちらかだけに偏ってたら、本当のことにはいつまで経ってもたどり着かないっていうことも、徐々に分かってくるっていう感じですかね。うん、そうですね。うん、うん。はい。そうか。じゃあ、もうちょっと9月も、もうすでに9月も楽しみなんですけどね。宇宙人とかね、もうちょっと、僕聞くだけでワクワクしますけどね。はい、そうですね。はい、ET ね。はい。ET ですね。うん、はい。そうか。はい。あ、そうそう、そうや、おちゃん、告知しとかんとあかんことがもう一個あります。はい。まあ、僕がこういうふうな感じで、トークイベントのこととかね、そのテーマとかが、結構、イルミナティの源流と世界の裏で暗躍する影の勢力とかね、こんな長いのを、覚えられるわけがなくて、僕はこれをページを見とるんですけど、そのページがですね、ユニタイムズのホームページなんですよね。はい、はい。もう長年待っておりました。本当です。もうね、結構時間かかっちゃいましたけど、このタイミングで良かったと思います。ついに、ユニタイムズのホームページができました。はい。これアドレスもね、すごく簡単なので、皆さん、覚えてください。http://unitimes。あ、スラッシュ。あ、そうだ。スラッシュ、スラッシュ。unitimes.unimix.jp です。これね、すごく覚えやすいです。unitimes.unimix.jp。これでね、いろんなものが見れます。まあ、ニュースが見れたりとか、あとはまあ、そのイベント情報ですね。イベント情報にそういうふうな、テーマとか、あとは日にちとかね、そういうのが書いてあるので。はい、そうですね。あと、この、すごい大事なことです。おっちゃん理論がね、すごく簡単に説明してくれてあります。これ本当にわかりやすいし、まずは何やともあれ、一回これを読んでみたらいいんじゃないかなと思います。文字に慣れてる人だったら多分1分もかからないぐらいの量でまとめてくれてあるので、はい。ぜひぜひ、ご覧ください。そうですね。まあ、内容もこれからボリュームアップしていくと思いますけどね。はい。もうこれからね、どん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 、はい、アップしていくんで、ぜひぜひ、ご覧ください。あと、ちょっとね、こう、時間過ぎますけども、この放送目次っていうところでですね、過去全部の、今まで全てのユニタイムズが聞けますんで、ね、これ、はい、タイトルクリックしたら、そこに飛びますんで、ぜひぜひ、一度、タイトルで気になるところあったら、もうクリックしてください。もうね、いっぱい聞いてもらったらいいかなと思います。これ、ほんま、ひとまとめでね、はい、これ、時間かかったとおっちゃん思うんですけど、本当ありがとうございます。聞きやすくなったと思います。ね、本当にね。はい。はい。ということで、今日はちょっと最後僕がまとめる感じになったんですけど、大丈夫ですか、おっちゃん。はい、以上でございます。はい。了解です。じゃあ、ぜひぜひ皆さん、これからも楽しみにしてください。じゃあ、今日はこの辺で終わりたいと思います。それじゃあ、皆さん、さよなら。はい。まあ、お電話もお待ちしておりますので、それでは、さよなら。